こんにちは。銀座有楽町内科の山村壮です。今日は糖尿病とお金の話についてちょっとおしゃべりしていきたいと思います。視聴者の中には糖尿病で通院中の方もいらっしゃると思いますし、普段全然血糖値もあんまり気にしてないんだけど糖尿病になるの不安だなとか、どれぐらいお金かかっちゃうんだろう、漠然となんとなく嫌な感じしている方もいるんじゃないかなと思います。今日はそんな疑問を解決というか、みんなで情報共有していく場ができたらなと思っております。糖尿病とお金、さあ一体糖尿病になるといくらかかるのでしょうか。まあ一般的にですね、糖尿病の方、まあ月に1回くらい通院されて、大体はまあ皆さん血液検査とか尿検査されますよね。でその上で糖尿病の治療のお薬が出る、この糖尿病協会が出している雑誌栄の2022年6月号に糖尿病と医療費のお話というのが載っておりました。まあ、そちらを参考にしますと、血液検査と尿検査してお薬は出てませんよ、食事運動療法だけの方、まあ、1回の窓口でのお支払い3割負担の方だと1980円、これくらい、まあ、2000円弱かな。あとはまあ検査の項目なんかによっても変わりますけどね、まあ、これぐらいかかると言われています。そしてまあお薬飲みましょうか、血糖値もちょっと良くするために、ヘモグロビン A1C 改善させるためにお薬飲むようになって、飲み薬が例えば始まった場合、だいたい診察の金額、調整が出ました、そして調整を持って薬局に行きました。で、薬局から薬剤師さんにお薬を調剤してもらいました。で、そこまででお薬代まで含めると、だいたい4010円。これもやっぱり検査内容とか、何ヶ月に1回通うか、なんかによっても変わってきますけど、まあこれぐらい。経口血糖効果薬、飲み薬で、なかなか落ち着きませんね。ちょっと注射のお薬も使いましょうか。あるいは、インスリンの分泌が、少し落ちてます、インスリンの分泌を底上げするためにインスリンの注射使いましょう、あるいは血糖値も少し改善するために GLP-1 というような注射使いましょうとなった場合、注射に関してはですね、診察の中でも普段の検査処方箋の代金に加えて在宅自己注射指導管理料とかですね、血糖自己測定加算とか、まあいわゆる血糖値を毎日だとか定期的にご自身で測っていただいたり、注射を毎日打っていただくために必要な、まあ、器具とか、それに対する、まあ、アドバイスに保険点数がついてきます。プラス薬局で注射を含むお薬代、あるいは調剤に関する調剤料で、こうしたのが加わると14,250円、3割負担でですね、まあまあ負担感少し出てくるんじゃないかなと思います。もちろん毎月なのでトータルのお支払いの金額に応じて、まあ、高額医療の対象になったりもしますんで、その辺は皆さんそれぞれ負担になっている金額は少し違うかもしれないです。糖尿病を治療されている方、まあ、1型の糖尿病でインスリンの注射、まあ、絶対必要っていう方は、まあ、仕方のないところだと思います。ただもし今ご自身が糖尿病じゃなくて糖尿病に ならないで予防できるのであれば、これだけ、まあ、月額でいうと食事運動療法ならだいたい2000円ぐらい、もしお薬始まった場合のことを考えると、まあ、月 4,5000 円ぐらいをセーブすることができるので、いかに糖尿病じゃない状態を維持できるかっていうのはすごく大切だなと思います。また将来的にやっぱり年齢に応じて飲酒の分泌が落ちて飲酒の導入しないといけないっていうことも往々にしてあるんですけど、まあそうならないように今ある膵臓の機能を守りながら、飲み薬だけでヘモグロビン A1C の値を合併症が起きないくらいの水準で維持しておく、そうすることでもやっぱり注射が始まることでの自己負担の増加、この分を節約できる結果になるんじゃないかなと思います。糖尿病のですね、治療ってですね、結構高いと言われることが多いです。なんでかっていうと、まあお薬がちょっと高いのはあるんですよね。昔からあるお薬、まあ比較的安価なものもあるんですけど、
まあ、比較的最近出てきたと言われる SGLT2 阻害薬、あるいは注射薬と飲み薬、両方ある GLP-1 アナログ製剤。まあ、こうしたものですね、血糖値を下げる効果もしっかり期待できますし、体重を落とす作用も証明されてますし、プラス長い目で見たときに腎臓の機能を保護してくれたり、将来の心臓の病気、そうしたものの予防、まあなりにくく維持してくれるという効果も、まあエビデンスとして蓄積されてきつつあるので、非常にいいお薬。我々糖尿病内科医としてですね、忖度するわけじゃないです。皆さんの健康を維持する、将来の合併症を予防するという意味で、ぜひ使いたいお薬がそうしたお薬なんです。となるとやっぱり昔からある、まあ、ある程度低血糖とかも起きちゃうようなお薬に比べると、最近のいいお薬っていうのは、まあ、薬価も少し高めに設定されてしまう。まあ、ここがですね、糖尿病治療の、まあ、困ったところというか、自己負担額、まあ、医療費が高くなってしまう一つの原因じゃないかなと思います。個人の負担もそうなんですけど、社会全体で見たときにやっぱり医療費、社会保障費、まあ、こうした観点からやっぱり大きい負担になってしまうので、いかに糖尿病になる人をならないうち、予備軍あるいはその手前で予防できるか、あるいは糖尿病になっちゃった方も治療がより必要にならないように、早い段階でヘモグロビン A1C 合併症が起こらないようなコントロールに落ち着けてもらうか、非常に重要視されています。糖尿病にならないことで節約できるお金、糖尿病が悪くならないことで節約できるお金、悪くなってしまったとしても将来の合併症を予防することで節約できるお金、まあ、個人で見ても社会全体で見てもそれなりに大きい金額になってますので、ぜひ皆さんの日々の健康維持、糖尿病じゃない方もそうでない方も、少しお金の観点からも糖尿病予防、糖尿病を悪化させない、そういった考えをこの場で共有できたら幸いです。